バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬です。唯一帯広競馬場で開催されている万英競馬の楽しさをお伝えする番組です。そして馬券的中のお手伝いができたらと思っています。レースの解説と予想は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんです。こんにちは。こんにちは。お元気してましたか？一週間ぶりですが桜井さんに元気でしたかって聞かれるの初めてかもしれないいや、たまには違う返しでいこうと思ってね、はい、そういう時は桜井さんが元気なんですね。いや、僕元気でしたね、今週はね。元気じゃない時はないの知っている。まあね、ほぼほぼないよね、うん、ないね、うん、年中ね、はい、はい、何があったんですか？いや、先週ね、僕ね、日曜日ね、うん、森高千里さんのコンサート行ったんですよ。トカチ来たでしょ、うん、家からすぐ近くだった文化ホールね、はい、だからね、もう気合入れてね、発売と同時に買ってたんですよ、実は。で、どうでしたか？いや、あのね、クライマックス近づいてきたのね、渡良瀬橋気分爽快、うん、私がおばさんになってもの3連発、うん、もう悶絶悶でしたなんかすごい喜んでる桜井さんの姿が目に浮かぶ。ノリノリでね、踊ってるとこ見られたくなかった。見られなくてよかったな。どの辺で見たんですか？僕ね、結構そんなね、前の方じゃないんですけど、うん、最初に買ったのに変な、全然いい席じゃなかったんですけど、でもね、うん、やっぱね、生歌聴き、僕大学生の時すごい大好きだったんで、うん、森高さん、ね、時代が分かりますね。はい、でもうそこから江口洋介さんと結婚してから一切聞いてなかったんですが、なんか何の話だか分からなくなってきたけど、はい、私あいみょん行ってきましたよ。本当に？どこで、うん、どこでどこでっていいじゃん。あいみょん行ってきましたよ。めっちゃ良かった。本当、うん、あいみょん大好きだから。ああ、わざわざ行く派だ。僕は近いから行っただけ。なんだかね、変な会話になっちゃいました、はい、今週もよろしくお願いしますね、はい、ということで5月15日の話しましょう、はい、5月15日はさつき特別が行われました。オープンによるレースです。まずは、レース実況をお聞きください。前半47秒で来ています。ほどなく2番テイク集まって、2番アーモンド軍神が仕掛けます。そして6番のカイセドクターいった。外は競泳流じわーっと上がってきました。2番アーモンド軍神先頭で2障害下りました。その後6番カイセドクター、8番競泳流並んで降りた。そして4番の目白剛力が第2障害寄ります。その後7番オーシャンウィナー続きます。先頭は2番のアーモンド軍神です。2馬身リードで残り20メーターを切ります。追いかける8番競泳流、そのうち6番カイセドクター、あとは開いてオーシャンウィナー、4番手5番手の争い、前残りわずか。2番アーモンド軍神。5月15日のメインレースさつき特別、勝ちましたのは2番のアーモンド軍神でした。2着に8番の競泳流、3着6番のカイセドクターということになりました。1着のアーモンド軍神は1番人気、人気に応えました。そうですね、アーモンド軍神課題の障害をね、すんなり超えて、うん、まあ、終始ね、なんかスムーズに運んでたレースでしたよね、うん。これ上位の3頭というのか、割と障害なんかすんなりいってましたよね。あのね、僕はね、うん、あの、まあ後で結果言いますけども、うん、あのこの時期5歳買わないんで、もう馬券的には悔い残んないです。アーモンド軍神本命にしたんですけども、ただこの競泳流、うん、あと3着のカイセドクター、この5歳馬結構強いですね。そうですね、特にね、競泳流はね、前半ぴったり折り合ってね、最後7番人気なんだけど、ちゃんと追い込んでくるいつもの素足を見せていたし、もう慣れてくればコバ本格参戦なんですけども、今シーズンからかなり、やっぱりもしかしてボブサップとかね、青のブラッククラスになっちゃうかもしれないですね。競泳流ちょっとあの力がどんどんと順調につけてるというか、調子良くなってきてますよね。まあね、ババも良かった、確かにちょっと軽めのババになったってことも良かったんですけども、うん、まあ、逆に言えば3着の回生ドクターなんかあんまりいいババ得意なババじゃないのに3着来てるんで、この2強、5歳の2強は強いですね。桜井さん、今シーズンは5歳とかね、は買うとか買わないとか、うん、桜井さんはどっちかというと馬の年齢を見たりするじゃないですか。本当ね、5歳に関してはやっぱりもうこの番組ハンデがなくなった4月5月6月の終わりぐらいまで買うのやめようというのが僕の基本方針、うん、ただ調子良かったら買いますよ、もちろん。ただそれのせいでちょっと調子のいいのを見落としたりしてるんで、うん、
今馬券が取れてないという状況ですね、はい、なかなか注目されない千馬、私結構最近千馬狙ってるんですよね、まあ、千馬ね10キロ半で美味しいですよね、ね、はい、いいですよね、はい、ということで5月15日のメインレースさつき特別を振り返りました。コマーシャルの後は新コーナーしたっけ帯広競馬場です。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。1馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場、十勝村。バンバ魂。さて、ジャガーをお聞きの皆さん、帯広競馬場にお出かけになったこと皆さんあるでしょうかね、ジャガーバンバ魂の新コーナーしたっけ帯広競馬場では、帯広競馬場の楽しい、嬉しい、美味しいところをお伝えします。このコーナーを担当するのはジャガーの馬女、コサイシータちゃんです。ではお聞きください。コサイシータのしたっけ帯広競馬場。バンバ魂お聞きの皆さん、こんにちは、コサイシータです。さあ、帯広競馬場のですね、建物の中にありますショップ万栄に来ております。担当の小坂晴美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず簡単にですね、小坂さんのプロフィールをお伺いしてもいいですか。そうですね、まだ売店に入って3年ぐらいだと思うんですけど、自分が売店に向いてると思ってお仕事させていただいています。そうなんですね、私も実は小坂さんから万栄グッズ、ここで買い物をしたことがありまして、はい、マウノスケさんのグッズをちょっと私この時買わせていただいたんですけど、すごい素敵な笑顔でこうニコッと、これ包むって言っていただいて嬉しかったです。ではですね、もう簡単にこのショップ万栄についてご紹介いただけますか。ですね、要するにキーホルダーだとかお土産を売ってるんですけども、大体が全部馬に関してですね。 あとはこう T シャツだったり、こう入り口入ってすぐのところは大きな蹄鉄だったり、あとはデザイナーのマウノスケさんの描いたバンバ君のグッズとかもかなりたくさんありますよね。あります。これはバンバ君のマウノスケさんのデザインというかね、絵はすごく若い方に人気があります。かなりキャッチーなデザインというか、もうバンバ君は、バンバですけど二足歩行ですもんね。そうなんですね。ありえないですね。はい、こうライバルもみんな二足歩行で、でもソリは引いてるっていう、一度見たら忘れられないデザインになっているんですが、それではこの売店の中での売れ筋というか、よく人気があるなっていう商品についても改めてお伺いしていいですか。はい、もちろんこのバンバ君のマウノスケさんの商品と、この万栄 の馬がつけてる蹄鉄ですね、これは本当に売れ筋です。それとあと奥の方にも T シャツだとかキャップだとかありますので、はい、ぜひご来店いただければと思います。あとは重賞の DVD だったり、そうですね、はい、皆さんよく耳にすると思うんですけど、俺の心だとか北条勝だとかのDVD もありますので、はい、興味がありましたら見に来てください。わかりました。それではですね、小坂さんが個人的に気に入ってる商品というか、おすすめしたい商品ってありますか。私ですか。いや、私はやっぱりバンバ君グッズですね。バンバ君のグッズって、私が以前このお店に来た時はまだコーナー一角だった気がするんですが、どんどん面積が、まずこのなんて扱ってるところの方がどんどん T シャツとかも
売れるようになったんで、種類もすごく T シャツも増えました。それとあと上司のあれですね、はい、上司がそうですね、なるべく品物を多くすれば来てくれるお客さんも見てくれる、見てくれないと買ってくれない、そんな感じですね。なるほど、はい、まあね、本当に見た目もキャッチーで楽しい感じの、あの映え初心者の方でもあ可愛いって言ってないんですよね。そうですね、わかりました。それではですね、バンバ魂のリスナーの皆さんに向けて一言いただけますか。そうですね、とにかく一回帯広競馬場に来て万栄競馬を見てもらったらすごく感動する、一回見てほしいなと思ってます。やっぱり今までここにいらっしゃったお客さんからもそういった声って聞きますか。はい、聞きますね。下手したら私見たら涙が出ちゃったなんていう女性の方もいますけど、それでもいや感動してまた来るよとかまた来ますねとかっていうことが結構聞かれます。そういう時って小坂さんもちょっと嬉しかったり、ぜひいらっしゃってくださいって言います。わかりました。今回はですね、帯広競馬場内にありますショップ万栄からお送りいたしました。小坂さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さあ食堂をご紹介します。場所なんですが帯広競馬場の1階中央付近にございまして、こちらではレトロな食堂で豊富なメニューを楽しむことができます。私もレースがある日はよくお世話になっているんですが、今回は食堂担当の吉田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまず簡単に吉田さんの自己紹介をお伺いしていいですか。競馬場に来て、ラーメンとかカレーとかを作っているのが主な仕事ですね。何年ほどやられてらっしゃるんですか。レンガで辞めてからこちらに来たので10年ぐらい経ってるぐらいだと思います。でも毎日私たちのお腹を満たしてくださりありがとうございます。さあそれでは食堂のご紹介もお願いします。はい、一般にあるようにラーメン、カレー、うどん、そばといったようなシンプルなメニューばっかりでやっております。食堂の人気メニューというか看板メニューは何でしょうか。いや、お客さんはよくそばとかうどんが美味しいとは言っていただけますけれども、その他にカレーとかそういうのも美味しいと言っていただいています。はい、吉田さんの、作っている中でおすすめのメニューというのはありますか。今はやってないんですけどチャーシュー作ります。チャーシューの端で細かく切ってそれをチャーハンにして出したんですよね。で以前にもバンバ盛りってやったんですけども、その時にイベントでやった時に120食出たんですよ。そのバンバ盛り のメニューを提供してるのって結構短い期間だと思うんですが、その間にいや何せ1日の間で1日で120食出たんですか。そしてねご飯もねバンバ盛りだから1キロなんですよね。だからご飯ももう本当5升6升炊いてももうすぐなくなるような感じで、もうその時は本当に何ですかね、お米もものすごい量研いで炊いてみたいな。何も研いでも菌がないという。もし今後またバンバン盛り の何ですかね、キャンペーンとかの時期が始まったらもしかしたらまた食べられるかも。一応やろうとは思ってるんですけどね、あんまり自分はそんなに作るの大変ですもんね。私以前別 の機会でカレーラーメンをご馳走になったりしたんですが、あれは帯広競馬場の中でも歴史の長いメニューなんですか。そうですね、以前僕の前にいた人がカレーラーメンを作ってそれずっと受け継いでやってるんですけど、自分なりにカレーやなんかもちょっと味変えたりとかしてで出してるんで、そんなに評判は悪くないと思います。はい、普段競馬場によくいらっしゃる方もあると思うんですけども、観光シーズンだったり、普段あまり競馬場に来たことがないという方はどういったメニューからこう頼んでいくことが多いですか。今でしたらハッピーマン、まんじゅうの中にチーズ入ってるやつとか、あとインカの目玉っていうポテトフライとか、とそういったもんですね。じゃあもうザ・トカチの美味しいものみたいなメニューも出てるということですね。そうですね、分かりました。
それではですね、このラジオを聞いているバンバ魂のリスナーの方に一言メッセージいただけますか。来ていただいたらありがたいのでよろしくお願いします。吉田さんの素敵なハニカミ笑顔とも出会えますので、ぜひ皆さん食堂にも足を運んでください。腹は減っては戦はできぬと言いますので、私は食堂で腹ごしらえを十分した後の観戦をお勧めしております。ということで、馬女小西シータの下っ毛帯広競馬場、本日は食堂の吉田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。番外編です。先ほど吉田さんにお勧めいただいた中で、インカの目覚めのポテトフライを買いました。揚げたての超熱々の状態で、いただきましてですね、今ちょっと口の中に入れて火傷しないかが心配なくらいほかほかでございます。いただきます。インカの目覚め特有のですね、お芋の甘みといいますか、コクがすごいですね。で、食堂でお塩を振ってくれるんですけど、塩との相性がまたむちゃくちゃいいですね。あと、そして本当に熱いです。びっくりしました。ぜひですね、揚げたてホクホクのお芋を楽しめますので、食堂に行ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。したっけー、ジャガの馬女小西シータの下っ毛帯広競馬場でした。今週はショップで販売担当の小坂さん、そして食堂で調理担当の吉田さんのお話でした。レースとともにお楽しみください。桜井さんは何か聞いて思うこと。小西とこの間ポムレの取材でね、飲食店行ったんですけど、競馬場関連のね、相変わらず食ってましたね。シータちゃん食べっぷりいいんですよね。いや、食べる仕事はすごい頑張りますね、彼女はね。そうじゃなくて気持ちがいい食べ方するじゃないですか。この間ラーメン と、ソフト、いろいろなんか3食ぐらい食ってましたよ。いいよね。僕ご飯食べて行った後に行ったんで、何も食べなかったんですよ。全部食べてくれた。食べて貢献しよう。いや、一応僕はディレクションで行ったんでね、だからそれ食べてちゃいけないと思って、やっぱしスターのね、小西シータに食べていただこうと。帯広のアイドルである、はい、っていうことコンセプトでした。そうですか、はい、以上って感じ、はいはい、でも十勝村に来ると中に入っての食堂もちろんですけどね、入り口に入る前に菊池屋さんのね、豚丼があったりとか、菊池屋さんの豚丼もバリエーションがいろいろあって、一回食べたらもういいやっていうところではないですからね、食べて楽しめるところも帯広競馬場のいいところで、そして、帰りにね、馬券で買って、よし帰りはちょっと儲かっちゃったから、ね、焼き鳥買って帰ろうって思うんだけど、その時人気でないんですよね。あれ早いよね、終わっちゃうよね、あれね、もうなんかちょっとここでつぶやいちゃうけど、焼き鳥の本数増やしてほしいですね。そうですね、まあ本当僕も飲みながら食いたいし、あれは、そう、それでね、聞いたんですよ、レースのね、開催日だけじゃなくって、普段は打てないんですかって言ったら、開催日だけなんですよって言われちゃってね。取材、僕も取材済みです。そ、はいはい、それ取材っていう の、 ちゃんと場外発売の日もね、売ってんのかなと思ってたんですよ。それ取材っていうの、はい、場外の時買いたいなと思ってね。場外の時はリラックスしていけるじゃないですか。いや、本当にあそこの、ね、焼き鳥ね、美味しいの。はい、ね、それはもう絶対ビバイ焼きね、ビバイもつくし焼きだけども、精肉も美味しいでしょ、柔らかくて ね、ね、なんか馬券買いに行ってんだか食べに行ってんだかよく分かりませんけど、食べる話好きですね、大好き、相変わらず、はい、相変わらずってそれそういう一言必ずつくよね。いやいや、僕も好きですよ、はい、食べ物、はいはい、すいません、はい、ということで、したっけ帯広競馬場のコーナーでした。この後も重賞レースがない週にね、ということですね、そうですね、重賞レースの予想がない時にこのコーナーが入っていきます。重賞レースはインタビューやりますからね。そうですね、はい、お楽しみに、はい、ではコマーシャルの後は22日日曜日のメインレースです。エメラルド特別の展望と予想に参ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか、8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オッズパーク、手がけりオートレース、いつでもどこでも楽しめ、スマホあるなら始めなきゃ、全部楽しんだもん勝ち、オッズパーク。
農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバ魂。それではバンバ魂は続いて22日日曜日のメインレースです。エメラルド特別の予想と展望に行きたいと思います。まず出走番メンバーご紹介します。1番フォルテシモ阿部武富、2番インビクタ西健一、3番新鋭ボブ菊池和樹、4番コマサンブラック藤野俊一、5番桜姫渡来心、6番ゴールデン風神赤塚健二、7番コマサンエース金田力、8枠8番雲海大将藤本拓海、8枠9番大和太鼓鈴木圭介。22日日曜日のメインレースエメラルド特別は以上の9頭が出走となります。さあ桜井さん、どうですか、このレースはどんなレースになりそうですかね。そうですね、下は4歳上は8歳と、いやもうメンバー見た時これ何かっていうのか分からなかったですね。4歳牝馬桜姫1頭、高1点にの、いやもう昨年の、ね、1点じゃないですね、まあ、もちろん牝馬はいっぱいいますよ、フォルティシモもいるし、ね、シーブもいるけど、4歳馬のね、この640キロという、まあ、一番軽ハンデなんですけど、4歳と考えたら重たいですよね。ちょっとここに目が行きそうなんですけど、桜井さんの予想の前にですね、21日土曜日の十勝毎日新聞掲載ネットバンバ金太郎の予想を見てみたいと思うんですよ。金太郎の板垣編集長はですね、9番の大和太鼓に20丸をつけました。出てきましたね。そして4番のコマサンブラックに丸、上から2番のインビクタ、3番新鋭ボブ、そして7番のコマサンエースと、このあたりに印がついてるんですよ。いや板垣さんすごいね、大和太鼓狙ってくるなんてなかなかさすがです。何ですかその腕組みをしながらのそのコメントは。トップハンデでね、5歳馬でしょ、いや僕は無印です。そうですか。ただ分かる、気持ち分かる、このやっぱり馬場が重くなってる今の春開催、で今週末は雨も降りそうにない、一生懸命走るペルの血が入ってる大和太鼓狙いたくなる気持ちも分からないでもない。これトップハンドですよね、はい、1頭のね、はい、でさっきの話ですけど、私は今年は千馬狙いというのがね、千馬いいぞということで、大和太鼓はこのメンバーの中では一頭千馬なんですよね。はい、そうですね。板垣さんと同じ予想で狙えてんの、はい、いいんじゃないかなと思ってますけど、はい、桜井さんの予想どうぞ。はいね、まあ、さっき言ったようにね、ちょっと目移りするメンバー、逆に言うと全馬ちょっと決め手がないメンバーかなと思ってるんですけども、その中の本命の下のは雲海大将です。あ、そうですか。うん、雲海大将ね、前走ね春駒特別9着だったんですけど、この時一番人気なんですよね。やっぱり障害でタイミングがなくてもう惨敗しちゃったんだけど、一番人気で9着だったのになぜそっち。いやむしろその時一回ちょっとリズムが歯車が狂ったんだけど、今回ちゃんとスムーズに運んだら当然ここで勝ち負けする実力あるでしょ。でね、あと雲海大将でやっぱ春先、去年も春先連勝を重ねたようにね、春先調子いい馬なんですよ。前回の9着なんか気にしないで、やっぱ今回はもう人気落とすから絶対狙い目だと思います。はい、そうですか。で相手もねインビクタ、これねインビクタと雲海大将はどう、まあ、ちょっと馬場も重くなると僕は予想しているんで、障害この2頭が超えてきて粘り込んできて何かにやられちゃうかもしれないけど、この2頭が2、3着、1、2、3着に入ってくんじゃないかなという予想で、3連複の2頭軸で2、8を軸に3番の新鋭ボブ桜姫、5番桜姫、それで7番の駒さん衛星3点流す、1000円ずつ買いたいです。このじゃあそこに入ってないのかな、新鋭ボブは入れたじゃん、入れたけど、新鋭ボブは入れるぐらいで、注目ではないの？だってはす、まあ、ちょっとやっぱり牝馬で、結構条件はいいんですよ今回。いいですよね。いつもだから条件いいと思うんですよ新鋭馬部は。やっぱりこのねパワー型パワーがあるね小馬の、まあの精鋭がいるんで、そこ相手で牝馬で新鋭馬部は、本当は軽い方がいいんですよね馬場がね。だからそうなってくると男馬の重くなっちゃうと。本当の力勝負になっちゃうと男馬の強いにはかなわないかなと思ってるんです僕は。人望って馬そうですか。はい、でいつもは買わない桜姫、もうちょっと先々週か、
やっぱり障害すんなり超えてきて最後止まっちゃったけどね、うん、あの前走のレースプレーを見たら桜姫やっぱちょっと抑えなきゃいけない常識を覆す馬かなと思ってるんで抑えようと思ってます。一番のフォルテシモってどう思いますか。フォルテシモはねちょっと条件厳しいかな、うん、今回は。そうですか、うん、ちょっと気になるんですけどね、はい、以上ですか。あとな、あと、あの多分人気はね駒さんの両党がなると思いますよ。そうですか、まあ、その中でも僕は前回勝った駒さんブラックよりも、うん、安定味を買って駒さんエースの方にしました。はい、そうですか。このあたりを、ね、やっていきます。僕はやっぱり私は金太郎さんの板垣編集長に乗ります、うん、大和太鼓コマさんブラックこのあたり行きたいなと思ってますね。まあ、コマさんブラックは人気になると思います、うん、僕は外しますね。まあ、桜井さん毎年毎回強気なんですけど、ただ毎週日曜日3000ずつ買ってる馬券が今シーズンは全く当たってないというね、やばいね、ちょっと焦りも感じますけどね、うんうん、いや大丈夫、今週今週大丈夫、はい、頑張る。はい、エメラルド特別は22日日曜日の第10レース8時5分出走の予定です。どうぞ桜井さんの予想も参考にしていただいてということになりますね。そしてぜひ帯広競馬場にお出かけください。予想でした。さてそろそろエンディング、バンパ魂もそろそろ別れの時間なんですが、いつもですね桜井さん、はい、エンディングに、ぜひメッセージをくださいってお願いするじゃないですか、はい、ね、うん、本当に待ってるんですけどね、うんうん、なかなかこの番組にはメッセージが届かないというね。あ、そうなんですか。これはなぜだと思いますか。ディレクターに聞いたんですよ、はい、本当にこの番組にメッセージはないんですか。はい、ありません、はいはい、もうメッセージをいただいた皆さん全員にプレゼントを、あのバンエグッズをプレゼントしていますので、うん、ぜひお願いします、はい、メッセージの宛先はバンバアットマークジャガドット FM、banba@jaja.fm です。ぜひお待ちしていますというお願いしてるんですけどね、はい、これね桜井さん、例えばね、日頃日常の中でバンバ魂聞いてますよって言われることってあります？よくありますよ。よくある、はい、車乗ってる方とか、うん、あとね、まあ、最近あんま行ってないんですけど、うん、宮さんとか行くと、ああ、あの桜井さんなんだっていうなんかすごい顔が嬉しそうなんだけど私ね、あんまりね、バンバ魂聞いてますよっていう方にね、なかなか会わないというね。でね、ジャガのヘビーロングリスナーさんで、開局当時私のが担当していた番組の毎日メッセージをくださっていた方、今でもメッセージを送る方がね、くださる方がいて、その方のにたまたま会ったんですね。そのいらっしゃるところに行ったんですよ。声かけました、うん、こんにちはって声かけたの。たら、ああ、その後なんて言ったと思いますか、その方は。わかりませんよ。わかんねえか。ね、こんにちはって言った。あ、杉山さんとかじゃ分かってるんですよ。はい、あって言った後に、あ、バンバ魂聞きますって。あ、じゃあ分かってんだ。そんな。分かってるんだけど、はい、聞きますって聞いてない。なかなか聞き、まあもちろんお仕事の都合でね、はい、時間が合わないと番組っていうのは、ね、その時間。ちょうどタイミングのいい番組って必ず聞く、合わないとずっと聞かないっていうのがあるから仕方ないんですけど、よく知っていてね、はい、あ、すごい気まずそうな感じ、バンバ魂聞きます聞いてないんだな、はい、じゃあもう僕 の、 あの数少ない帯広マダムのファンたちに、帯広マダムいるの知り合いあの聞くように解きます、はい、そうですね、はい、はい、数少ないってこそーっと言ってますけどジャガバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送をお聞き逃しの際は YouTube、ポッドキャストでぜひお聞きください、今週もレースの解説予想は十勝毎日新聞社営業局事業部の桜井陽介さんでした。ありがとうございました。また来週ではバンバ魂はまた来週です。杉山悦子でした。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。